の研究室はコンピューターグラフィックスを使った制作を行っています。中でも最近流行っている VTuber のようなキャラクターのモデリングからキャラクターを動かすためのモーションキャプチャーシステムを使ってアニメーション制作なども行っています。これからどんどん大事になってくるコンピューターグラフィックスの表現を一緒に行っていきましょう。